はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということでね、昨日の SKP 活動を実況していきたいと思いますというのは今日、月曜日の午前中なんですけどもね、なんで月曜日の午前中に、配信をしているかと言いますと、調子が良かったからでございます。本当言ってるそばから一本決めましたということでね、やっぱね、調子がいい週は早く配信したくなるというね。先週もね、調子良かったんですよ。12本ぐらい決めれまして、もう大体10本超えっていうのがなかなか3年ぐらいできませんで、ようやく今年、10本の壁を乗り越えまして、念願のバッシュを買ったわけなんですけども、まあそっからちょっと目標を上げて、15本にね、ちょっと上げたんですけども、ほんで先週11本か12本ぐらいいけましたんでね、今週はどうなるんでしょうかということなんですけども、土曜日の夜に、まあ家で一人で飲んでたんですけど、なんか小腹が減ってきてしまって、無性にマックが食べたくなってしまってですね、ダブルチーズバーガーとポテトをなんと夜食べてしまったというね。またたまに半年に1回ぐらいあるんですけど、酔っ払って頼んだのも覚えてないという、おっと、あ、惜しい、覚えてないんですけど、3時半ぐらいになんかお腹が痛くなって、いやこれはきっと、ね、やっちまったに違いないと思って、携帯の注文の履歴見たら案の定マックを食べていたというね。なのでこの日もなんか朝からちょっとお腹がパンパンで、めちゃくちゃ調子が悪い中でのお、ナイスパス、うわー、力んでいる。そうなんですよね。なので体調は良くなかったというか、体重々だったんですけどというね。さあ第1試合目、幸先よく1本決めている五郎でございますということでね、今日は、黒のノースリーブなんつうのパーカーを着ての登場になっております。つかぽんと完全に服がかぶっているで、先週もそうだったんですけど、最近この間日本帰って人生初のコンタクトを買ってみたんですね。うん、それはなぜならウェイクボードとかサーフィンとかをちょっとやり始めたっていうこともあって、まあ、サーフィン一緒にやってる友人からマジでコンタクトしないと死ぬよって言われて確かに波が見えないと思って、遠くの波がねこう見えてこう準備するで、そこが、お、来たんじゃない、あ、打てない、それが見えないと死ぬよって言われて慌ててコンタクトにしたという、ね、おっと、2本目ナイスパス。そうそうそう、そんで先週とね、バスケにコンタクトしてたのはこれで3回目なんですけど、1回目どういう結果だったか忘れちゃいましたけど、先週もコンタクトにしてたんですね。で今日もコンタクトだったんですけど、やっぱりね、メガネしてるとずれたりするしたりとか、あとなんか縁が気になっちゃって、シュートするときになんか変な花瓶に変なとこ気にするときあるじゃないですか、スポーツの一瞬の一瞬の動きの中で、あらみたいな、まあそういうのがなくて無心で打ってるときはいいんでしょうけども、だからその気になる要素があったということに気がつきました。ただコンタクトも慣れてないんで、ちょっとなんかゴロゴロするときあるんですけど、まあ、ただメガネしてた時みたいにこうずれたりね、あとはなんかメガネが汗で濡れちゃったり曇っちゃったりするっていうのはないんでですね、そういう心配がなくなったのがいいんじゃないかと自己分析している頃でございます。さあ今休憩中でございますね。さあよし、うわー、惜しい。さあ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 、来週、再来週から中国が国慶節入りますんで、
まあそれ終わってから引っ越し、まあ日本に行く準備も今少しずつ始めてはいるんですけど、ほんでまあ国慶節なんか今回なんか日本人のメンバーほとんど日本帰っちゃうっていうのもあって、まあ今まで毎年何人か6人ぐらいってやってたんですけどね、国慶節中も。今回ちょっと無理そうなんで、まあちょっともしかすると下手するとこれがラストか、今度の日曜日が、まあ僕は全然行けるんですけど、なんかね人が来てるんですよね、家の前に。何なんですかね、なんかここ最近ぶっ壊れてんのかな家が。さあそんな状況なのでですね、もしかしたらラストゲームになってしまうかもしれないというね、うん、まあそういうわけなんで、まあそういうわけで自分的にもちょっとね気合は入ってたんですけどね、前日あのマックを食べるというなんともあるまじき。さあ来た、うん、あー惜しい、今のもちょっと入っててもおかしくなかったですね。おっと来た、おお来た、この日3本目ピックした後ろに行くとガラ空きになるところ、そこねパスをくれるという、すごいこのパターンで今回ね、この1回目のチームの時はねいいパスもらって結構決めたんじゃないでしょうか。おっと決められた。さあさあ残すところあと1分、この日3本決めてますからね、自己最高が3本なんですね、1日じゃない、1試合3本が今のところ自己ベスト。おっと来た、おお来た、自己最高4本目、1試合4本はね初ですね、これはいいパスくれたわかっちゃん、シェシェ。おっとラスト30、時間がない、もう1回、あーもう時間がないんじゃないかこれは、あっと終了ということで、なんとこの試合4本決めております。6対4で負けました。